真ん中に集中することってあります？やばいやばいって、それは話になったかな。なんか今日もブリュレのアイス買ってきちゃった。お風呂上がりに食べるかも。結婚は無理です。今日は結婚できるテンションではない。レインボースターじゃない。ミラボありがとう、だるまありがとう、バラありがとう。はい、みんな MV 見ましたか？評価は本当は好きだって言ってしまいたい、でもきっと優しい目でごめんと言われるでしょうと。愛想がないように見えてるとしたら温かく拒絶されて、傷つきたくないからという歌詞がすごく好きです。両方とも B メロです。でもね、その瞳に見つめられた瞬間、自分が自分じゃなくなってしまうも、すごくいい歌詞ですよね。ハートありがとう。すごく何回も見てます。今日も結婚はちょっと今結婚のテンションじゃないんで無理です。ブリュレ買ってあげるから結婚していいよ。それはブリュレアイス買ってくれるならね、毎日与えてくれるならまあ可能性はあります。時間ある時ずっと見てた嬉しい。今日かもね、結構今日何回も見た。すごいユーネがめっちゃ褒めてくれて嬉しかったです。温かく拒絶されて傷つきたくないからやばいよな。めっちゃいい、やばいよな。ここが好きポイントたくさんある。みんなの歌詞好きポイントちょっと教えてほしいな。そう、ソロパートなんてね初めてだからすごい嬉しいですね。だるまありがとう。本気でいい歌詞してるよな。お気に入りです。結婚はちょっと気分じゃないので無理です。まあ気分大事やん。今日買ってめっちゃ気分ややし、マジで気分やすぎる。自分って嫌になるくらい気分やです。まあなんで普通にやめといた方がいいと思う。気分やの人って大変じゃない、一緒にいるの。から、まあ、普通にやめといた方がいいっていうのもありますね。あとだるまありがとう。結婚したら毎日ブリュレ買って帰るけど、まあまあまあいつか飽きそうやから毎日はいらんな。だるまありがとう5回しか見てない、それはあかんわ。え、今日全然水飲んでないけど普通にやばい。あ、そう、天使の衣装着ます。うん、着るか決めよう。ツーショットで1回とトーク会で1回行きたいと思います。でちょうど次のやつが幕張やから、この時に着ようかなってちょっと思ってます。まだ見てない、嘘やろ。10月19か20で、でも羽がね多分ないけど、まあそれはご了承ください。さすがにね、つけたかってんけどツーショットの時、普通に壊しそう。シールドとかバーンいきそうやしな、普通に。分からん、多分ないと思います。うん、ないです。まあ心が綺麗な人にはワンチャン見えるかもしれへんけど、羽はなんか正直
あるないというより見えるか見えないかみたいなところはあると思う。まあ、MV やからはっきり映ってるけど、天使の羽はほんまに見える人には見えると思うから、ほんまにそのツーショット会とかトーク会までに綺麗にしといてもらったらね、心見える人には見えるかもしれないですね。見える人には普通に今も見えてるというか、見えてる人にはね、今も見えてるというか、まあまあまあ分かる人には分かるというのはあると思うんですけど、愛してるありがとう、あげありがとう、分かる、ありがとう、なんこれ、ハートありがとう、心をどうしたら気になりますか、道徳学ぶとか、ハートありがとう、あそうそう決めたいと思います。まずね、あともう一個着たい衣装があるので、それもどっかに入れたいなと思います。ツーショットはめっちゃ悩む、ツーショットチャンスが1回しかないから、今回めっちゃ悩まされるな、これは。ハートだるまありがとう、とりあえず19か20で1回来て、ツーショットキャメラ、ああ愛想のないように見えてるとしたら、暖かく拒絶されて、だるまありがとう、結婚はね、だから今日は気分じゃないから無理ですね、普通に気分屋なので大変やし、普通に気分屋と結婚するのは。だるまありがとう、今日かってめっちゃ気分屋じゃない、そんなことないかな、もっと気分屋の人おるか、なんかどんどんなんか気分屋に育っていってる気がしてる、なんか大人になってから、昔の方がもっと協調性あった気がする、やばい、普通にこのままじゃいられないな、だるまありがとうこのままじゃいられない感じするな、あショールームしてるって言おうと、なんか今日さクーラーめっちゃ暑いねんけど、だからといって下げると寒いしさ、もうクーラーいらん時期になってほしい、早くお家の中におると暑いからさ、まだいるねんなクーラー。ハートだるまありがとう、ちょっと寒いもんな、だって難しい、あそうそうそう、ツーショットはどっちがいい、今日がこのなんかさ優柔不断すぎて、土曜日に着るか日曜日に着るかの決断すらできないんですよね、普通にやばい、てかめっちゃ思ってんけどさ、今日がめっちゃ優柔不断で、なんかずっとその注文するときに悩んじゃうくね、悩んじゃうねんな、こっちにしよっかなこっちにしよっかなみたいな、めっちゃ悩んじゃって、でじゃあ結局こっちにしますって言って、で注文するやんか、で見えた瞬間にあやっぱこっちにしようみたいな、ギリギリまでそうなんねんけど、まあ、店員さんが見えて違うかなって考えてるけど、店員さんが見えた瞬間にいやこちらですなるから、店員さんが見えてから自分って本気を出すんだなってすごい思いました。まあ買えなかったけど今日は、でもそこのさギリギリになってからの集中力って結構半端なくない、頭がめっちゃ回転してくるくるくるって、あ確かに立ちの日がいいですね、どっち11日かな、ちょっと待って、ひょうちゃん元気だよ、
ひょうちゃんは元気だよ。タブレット注文は時間使い放題だけど、せっかちやからなんか早く来てほしいからあんま悩んでる時間好きじゃないけど、めっちゃ優柔不断だから自分が早く決めれた時はあれしてってなる最悪。確かに店員さん見えるまで考えへんのめっちゃいい店員かも。でもなんか今日私頼んでからやっぱこっちの方が良かったかもみたいなちょっと思っちゃったから、やっぱいっぱい悩んだ方がいいと思う。結婚は気分じゃないからできないです。今日はね、今日はずっとその一点張りだからよっぽど気分じゃないんだと思う。もうそれは仕方ないよな、気分やん。結構あんたありがとう。追い込まれると力を発揮するタイプ。うん、そうですね。頼んでからこっちの方が良かったかもってなのめっちゃ変わる。めっちゃぬるくない？なんか今日めっちゃ思ってんけど、やっぱこっちの方が良かったってなるけど、まあ食べたら黙ります。早く食べさせた方がいいと思うんだから、そういう時は。え、あと10分しかない、みんな助けて。どっちどっち、ちょっと調べさせてほしい。てかさ、今日さこのストーリーでさ、どの歌詞が好きですかって載せたやんか。全然関係ない歌詞送ってきたおってさ、めっちゃおもろかってんけど、えみたいな、そんな歌詞ないけどみたいなおもろかった。違うの頼んでシェアするの大丈夫っていうか、それがいい今日か。めっちゃあ、違う、これじゃない。寒い。お、ありがとう。着席、危なっ。11日が着席で12日がスタンディング。スタンディングが立ってるってことやな、スタンディングオベーション。11日がかっこ着席。立ち。じゃあ12日に衣装着ます。歌詞と歌詞のつなげ方、ストーリーがいいよな、めっちゃ良すぎると思うな。とミミフィーユ衣装ね。で19か20に行きたいと思います。じゃあやばい、幕張まで持っていかないとあかん。やばい、それはキャリーに入らん。まあ頑張るか。え、まあまあいけるか。とりあえずツーショットは1月12日スタンディングオベーションです。その時に切るので皆さんぜひ来てください。でこっちは愛知なので、せっかくなので幕張。幕張のトーク会って1回しかないの？なんか今回めっちゃ少なく感じひん？そんなことない？1、あれ抜けてるのか。違う、19、20、11月、12月、愛知スカイエキスポ。今回愛知スカイエキスポ1回しかない。愛知スカイエキスポとポートメッセさ、なんかどっちかどっちかどっちにおるかあんま分からへんくなら、なんか、なるほどね1回だけなんや。じゃあこの時に行きますね。結婚はちょっと気分じゃないから無理です。今日は仕事ばかり生きる説の子。来てほしい絶対に。ハートありがとう。じゃあみんなこれどっちがいいと思います？10月19日か20日、みんなどっちの方が来る？どっちも来てくれる？
ね、幕張で通所ないんやって、寂しいな。12日シンプル誕生日近いんで、え、来て絶対に。12日、うん、10月19、10月20日、いや、どっちでもいいねんけど、どっちにしよう。1月成人式が、え、やばい、別に何も知らんねんけど、普通に今日がって成人式とか出れるの？無理かも。10、11、12、1、ええ、あと3ヶ月くらいしかないかも。無理やん、もう無理やん文句、普通にあと3ヶ月で成人式は無理、まだ定まってないもん自分。こんなんで写真撮りたくない。だってさ、前髪どうしたらいいか分からんし、髪型も何が似合うか分からん、なんか無理やねんけど成人式、まだ無理。あと半年待ってほしい。あと半年やったら別に考える、式とかだって。何色の振り袖がいいとかも知らんねんけど別に。え、パッツンはさ違くない、成人式で。じゃあなんだよって感じですけど、センター分けポニーでお願いします。やっぱそれやんな、めっちゃ思った。でもなんかさ、全員がこれが一番だというものってないやん、正直。自分はこっちがいいと思う、こっちがいいと思う、でも今日かこっちがいいなみたいな感じやんか。だから正直自信はないくなる。4ヶ月しかない、無理、知らん、普通に知らん、それはネイルどうしようとか髪型どうしようみたいなのとかもあるし、もう無理かも成人式。だって前髪どうしたらいいか分からんもん、分からん。なんか一個なんか絶対こっちの方がいいよみたいなこと言われるとってなっちゃうから、まあみんなそんなこと言わへんけど、だから自信なくなっちゃう、普通に。え、これ似合ってなかったのかなってなっちゃうからハートだるま、ありがとう。あと3分も時間もないし、うーん、結局さ成人式の静かな雰囲気に今日ちゃん耐えれるか心配。無理かも、喋りたい、普通に。なんか常に喋りたいし、なんか遊びたいから、うーん、成人式どんなの、普通に何も知らんねんけど。え、てか19日か20日かどっちか悩む、もうそれもどうしようって感じやし、まあとりあえずツーショット12日に着るってことだけ決めれたので、まあ OK です。今日は進歩できました。真剣な振り得意、ギリギリまでふざけて真剣なとあの振りするのは得意、ギリギリまで遊んでるけど、こっち見たいなと思ったらみたいな顔するのは得意です、めっちゃ。じゃあみんな今日はもう終わりにします。ランキング見ます。13位大和、12位マグロ祭り、13位高広、12位旬、11位春、10位リニア、9位おむすびサスケ、8位アキラ、7位マグロ祭り、6位吉広告、5位ケイタ、4位ピオリン、3位吉宗、2位上門、1位ワッチでした。ありがとうございました。明日も頑張っていきましょうね。頑張れるかな、まあ頑張っていきましょう。おやすみ、バイビー。今日の教科でした。おやすみなさい。明日も頑張りましょう。おやすみなさい。バイビー。みんなまたね。今日もありがとうございました。見てくれて。